ットルでの決勝、最後はタック選手が3人で出る感じに攻撃です。2人目のバスを
好きだな、あの、好きなんだけど。
最初の入りがかなり大きなリードとも単独野球の方が単独のことになっていました。そして一緒に見えるトップバーガー最近はここも断続的な柔道ということになります。